はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の新根翔です。今こちらの動画ではですね、私の自己紹介というテーマで皆様にシリーズをお送りしております。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで、平成7年唐松支店の方にですね事例をいただきまして、で、労医長として行ったんですけども、その時ですね、私自身、初めて、企画計画運営する秋のおいしいもの食べる会というイベントをやりました。この話もちょっとシリーズでお送りしております。で、お客様のですね、反応、いただいたお言葉なんかもちょっと今ここでご紹介しているんですけども、今回ですね、その当時の店長に言われたことがですね、お客様から聞いてる話を、総括して言ってくれた言葉なんですけども、非常に好評だったと。なので、お客様が、その友達も連れて行きたいという人がたくさん出てきたと。その中では、金町店では春と秋に、おいしいもの食べる会というのを実施していたんですが、次回からは、2日開催にしたいと。金町店の、店舗の大きさ上ね、やっぱ35人ぐらいがやっぱし35から37ぐらいが1回開催でマックスなんですね。なので次回からは、下手したら60人集まっちゃうよって話になっちゃって、じゃあそしたら1日はできないと。じゃあどうするかというと、もう2日開催するしかないって話になりまして、でそういうですね、もう非常に嬉しい悲鳴というか、ちょっと非常に、難題な宿題もいただきながら、終了、秋のおいしいもの食べる会を終了した、思い出があります。ということで、結果的には大成功ということでしたね。ということで、このお話の続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。